インディアスの破壊についての簡潔な報告は、1552年に、スペイン出身のドミニコ海士である、バルトロメデラスカサスが表した書籍。インディアス破壊を断崖する簡略なる陳述という、日本語訳もある。以下、報告と略記する。インディアスとは、西インド諸島やアメリカ大陸など、スペイン人が到達した地域を指す。スペインの征服によって、 各地の先住民が受けた被害の実態を記録したのが本書である。著者のラスカサスは征服者から改心して聖職者になり植民地での平和的な不況と先住民への圧政の停止を求めて活動した。報告の執筆もその一環だった。報告の内容はスペイン本国や植民地で賛否を読んだ。内容が恐ろしいために 事実だとしても出版するべきではないとされて、禁書となり、ラスカサスは植民者や本国の征服支持者から批判を受けた。ラスカサスは本書の記録を通して、平和的な不況の必要性、征服戦争への批判、先住民への理解などの意見を述べている。スペインによる事例が書かれているが、特定の国を攻撃する目的はなく、征服戦争そのものの停止を訴えた。 しかし他のヨーロッパ諸国では反スペインの根拠として利用され、征服戦争への批判や先住民への理解は重要視されなかった。18世紀以降の中南米では独立や自治権を得るための活動が活発になり、報告が出版されて広く読まれた。19世紀以降に起きたインディオ用語運動であるインディヘニスモにおいてもラスカサスは高く評価された。現在では、 ラスカサスはインディオの使徒や反植民地運動の先駆者とも呼ばれるようになった。フランシスコ・デ・ヴィトリア。スペインの征服戦争に異議を唱え、サラマン科学派の使徒としても知られる。1492年にクリストバル・コロンが西インド諸島に到達した後、スペインからはコンキスタドーレスと呼ばれる征服者や探検家が大西洋を渡り、アメリカ大陸の植民地化を進めた。 各地の先住民はインディオと呼ばれ、征服者によって多大な犠牲を被った。植民者によるインディオへの虐待は早くから同国人に批判されていた。初期の有名な批判者として、神学者、哲学者のフランシスコ・デ・ビトリアがいる。ビトリアはインディアスにも理性的な社会があるという観点から、スペインの征服戦争には正当な根拠がないと論じた。 ビトリアの思想は、後のサラマン科学派に引き継がれた。アントニオ・モンテシーノス。インディオへの圧政を批判し、ラスカサスに影響を与えた。著者のラスカサスは、司祭権植民者として、大西洋を渡り、エスパニョーラ島やキューバ島の遠征に参加する。その功績で、インディオの奴隷と土地を分配されるが、スペイン軍による虐殺を目撃することにもなった。 1511年にラスカサスはサントドミンゴで行われたドミニコ会誌アントニオ・モンテシーノスの説教を聞く。モンテシーノスはインディオに対する植民者の圧勢を求断し、そのような行いをする者は魂の救済を得られないと語った。ラスカサスは1514年に奴隷と土地を返上してインディオを擁護する活動を始め、1516年にインディオ保護官。 1522年にドミニコ開始となった。ラスカサスはスペインの征服政策を止めるために1540年にスペインに戻って言論活動を行う。彼の活動はスペイン王室にも影響を与え、インディオの用語を主目的とするレースヌエバスが成立した。この時期にラスカサスはバレンシアで報告の最初の原稿を執筆している。著者ラス。 カサスの肖像画。セビーリアコロンブス図書館像インディアス新報には、植民地制度であるエンコミエンダの段階的な廃止が含まれていた。また、インディオは自由民であり、スペイン国王の新民であるとして、インディオの奴隷制の廃止と労働条件の改善も定められていた。このため植民者の反感及び、ペルー副王領ではスペインに対する反乱が起きる。 また、エンコミエンダ存続を願う植民者は、赤字に苦しむ王室に献金をして、エンコミエンダの存続を図った。これに対して、ラスカサスの影響を受けた、ペルーのドミニコ海士は、インディオの主張と協力して、エンコミエンダ廃止運動を始めた。ラスカサスは1544年に、アメリカ大陸へ戻ったが、エンコミエンダ廃止を求める人物として植民者から、激しく批判され、 植民地当局とも対立して命の危険にさらされるほどになった。スペイン国王カルロス一世はペルー副王領での判断や植民者の請願などの状況を受けてエンコミエンダの段階的廃止を撤回する。それを知ったラスカサスはスペインで活動することを決め、これが最後の公開となった。スペインへの出発前のメキシコでも報告が書き進められた。スペインでのラスカサスは 征服反対派の論客として、征服賛成派のファンヒネスでセプルベダと対立した。二人の対立は政治的に拡大し、植民者は征服賛成派を支援し、サラマン科学派は征服反対派の立場に立った。スペインでは、ペルー副王領の反乱をはじめとして本国に従わない植民者が次第に問題視され、ラスカサスの主張が受け入れられるようになっていった。 そして1550年にカルロス一世は征服遠征を中断し、正当な征服とキリスト教への改修を検討する会議を開催する。ここでもラスカサスとセプルベダは論戦を行い、バリアドリード論戦と呼ばれた。この論戦の結果についての会議録はなく、ラスカサスとセプルベダの両者が勝利を主張した。ラスカサスは改革を進めるために、 1552年に発展の原稿を当局に無断で印刷、刊行することを決意する。その中に含まれていたのが報告であった。ようやくの趣旨と助詞によれば、インディアスにおける植民者の行為を王室に知らせることを目的としていた。ラスカサスは皇帝や皇太子が植民者の不正を理解し、その活動を退けることを望んだ。 国王カルロス一世はスペインを不在にすることが多かったため、インディアス政策の責任者でもある皇太子フェリッペ二世にも当てられている。報告の元になった内容は、ラスカサスが1540年に王室でインディアスの事情を報告したことに端を発する。ラスカサスの話を聞いた面々は、呆然自失となり、簡潔な文書にまとめるように要請したとされる。 数々の略奪や大量殺害が書かれており、イエズス会の異端審問官は、あまりに内容が恐ろしく、事実だとしても出版するべきではないと述べた。こうした反応が、後の禁書扱いへとつながる。イスパニューラ島の米朝王国の女王は中オな。イスパニューラ島の王国は全て滅ぼされた。インディオ側では、次のような人物が記録されている。 イスパニューラ島の五つの王国の支配者である、グアリオネクス、グアカナガリー、カオナボー、アナカオナ、イグアナマー、キューバのアトウアステカ帝国のモンテスマ、インカ帝国のアタバリバ、圧政を行った征服者の名前は書かれていない。隊長や帝徳、総徳などの地位で呼ばれるか、無法者、神にも見捨てられた例の男などと呼ばれている。資料との称号によって、 ラスカサスが批判したのは以下のような人物であると判明している。フランシスコ・ロルダーン、クリストバル・コロン、ニコラス・デ・オバンド、パンフィロ・デ・ナルバイス、ペドラ・リアス・ダ・ビラ、フアン・デ・ケベード、エルナン・コルテス、ペドロ・デ・アルバラード、ベルトラン・ヌニョ・デ・グスマーン、フランシスコ・デ・モンテーホ、ペドロ・デ・メンドーサ、フランシスコ・ピサロ。歴史的な報告として書かれてはいるが、ラスカサスの意見が各で語られており、 思想書としての面も持っている。ラスカサスの意見は以下のように多岐にわたる。インディオについては素朴で従順であり、明晰な判断力を持ち、優れた教えを理解できると観察した。しかし、征服者たちが各地で行う残酷な行為のため、インディオにキリスト教を布教する障害になっているとした。インディオを商品にする奴隷貿易や縁込み縁な性にも反対している。 スペインの征服戦争の正当性について否定し、インディオは正当に戦ったが、キリスト教徒の仕掛けた戦闘は不正に満ちているとした。その例として、黄金を得るために、あたわりは王を騙して人質にとった行為などが挙げられている。インディオ向けには幸福勧告上の制度があったが、これは、スペイン国王による支配やカトリックの不況インディオに要求し、 拒否した場合には懲罰としての戦争を行うという内容だった。ラスカサスは幸福勧告上が戦争を正当化するためにあり、理不尽でバカバカしいと断じた。ドミニコ会士であるラスカサスは平和的な布教の観点から征服戦争を否定した。伝道師による布教活動をキリスト教徒である植民者が戦争によって妨害することは罪であると論じた。 また、征服戦争の原因は黄金への欲望をはじめとする貪欲さであり、この貪欲さが伝道師による社会的弱者の保護を妨害するとした。スペインの君主ではインディオの保護に関心を持っていたイサベル一世に肯定的評価をしている。その反面、スペイン人征服者に国王の裁きが下されなかったことが書かれており、ンに君主への批判になっている。 こうしたラスカサスの持論は、後に報告が高く評価される理由にもなった。原稿は、1542年のバレンシア、1546年のメキシコ市、1552年のセビーリャに分けて、執筆された。ラスカサスが執筆に用いた資料は、現時点で以下のようなものが判明している。また、エスパニューラ島やキューバ島などについては、 ラスカサス自身が目撃した出来事も書かれている。1552年、セビリアの書籍印刷業者、セバスティアン・トルヒーリオの店で印刷された。原稿は8篇あり、アメリカ大陸に行くドミニコ海の伝道師に渡すために、調剤規範などの実務的な4篇を先に印刷し、次に残り4篇を印刷した。残り四篇は、報告以外は論理的な内容が多く、 いずれもインディアス政策に関するものだった。これら8編は全て当局の許可を得ずに印刷、刊行されており、その理由については、時間的余裕がなかった点、許可の必要がなかったなど小説がある。また、ラスカサス自身が、カサウスという高貴な羊を創造させる性を、印刷しているのは、内容の信憑性を権威づける意図があったとされる。ラスカサスは、 報告を出版後もインディオとインディアスについて著作を続けた。遺言では辞長40年間問題不出とするように求めた。出版後の歴史について本書の影響を中心に記述する。報告が刊行されるとインディアスの植民者を抽象する内容であるとして非難された。1556年にカール5世を継いでスペイン国王に即位した。 フェリペ2世は1571年にラスカサスの全文書をエルエスコリアル修道院に保管し1579年には閲覧を禁止したこのためスペインでの出版は一世紀近く途絶えたスペイン語での2回目の報告観光は1646年のカタルーニャのバルセロナで行われた当時のカタルーニャはカスティーリャからの独立を求めて運動中であり 文中のスペイン人表記がカスティーリア人に書き換えられた。報告は異端新聞書でも注目され、1660年にアラゴンの異端新聞書が禁書とした。政府も決定を追認し、国の威信を傷つける有害な書物として、書字や読書を禁じた。禁書扱いは1879年まで続いた。インディアスで伝道をした宣教師たちを中心として、 ラスカサスの活動を肯定する著作を発表する者も,もいた。他方で、特に19世紀から、報告が激しく批判され、スペインを貶める黒い伝説と呼ばれた。報告の内容を妄想とみなす説もあった。スペインと宗教的、政治的に対立する国々において、報告は反スペインの論拠として翻訳されて読まれた。最初の翻訳は、 スペインからの独立を図っていたネーデルラントで行われた。1578年にオランダ語版が出版され、1579年にフランス語版、1583年には英語版、1598年にラテン語版が出た。フランス語版と英語版にはネーデルラント独立運動を支援する目的もあった。ラテン語版にはテオドールド・ブリラの版画が掲載され、 残酷な場面の数々が視覚化された。17世紀にはイタリア語版やドイツ語版も出版され、インディオとスペイン人についてのイメージが普及することになった。報告の他にも、スペインの征服戦争を批判した書籍は出ており、ミラノ人のジローラモ・ベンツオーニが、新世界史を表している。ベンツオーニの本には、ラスカサスの 報告と同じ事件も書いてあるが、報告を読んでいたかどうかは確かではない。ドミニコ会史として、アメリカにいたイギリス人のトマス・ゲージは、西インド神権文読を表して、スペインの政策を批判しており、序文でラスカサスに触れている。ラスカサスの活動や、報告の内容を題材とする文芸作品も作られ、ボルテールの儀曲、アルジールや、ジャン・フランソワ・マルモンテルの小説、 インカ帝国の滅亡などがある。ラスカサスは報告の助詞にあるように征服戦争そのものを批判している。しかし、スペインに対抗する諸国はスペイン攻撃の材料として報告を利用するために翻訳をした。そのために多くの外国語訳では助詞が削除され征服戦争は否定されなかった。スペインやポルトガルに続いて ヨーロッパ諸国もアメリカ大陸の植民地化を行った。インディオ1519年段階では、メキシコ全土の人口は推定2000万人だったが、征服者が上陸した土地は50年を経過する頃には人口が1割ほどまで激減した。タイの族のように民族としては消滅した集団もあった。圧生の影響とともにヨーロッパから運ばれた。 伝染病の影響が大きかったとされている。1529年にエスパニョーラ島に来たドイツ人のニコラウス・フェーダーマンはコロンブスが来た当時には50万人いたインディオの大半が天然痘で死亡し今では2万人になったと書いている。ただしラスカサスは本書では伝染病を死因にあげずすべて征服戦争が原因としている。ラスカサスと 同時代の記録として、スペイン人の年代記作者、シエサデ・レオンのペリウシュー氏がある。シエサデ・レオンは、インカが秩序を保っていたが、キリスト教徒が多くの王国を破壊したと書いた。アンデスでは、インカの王として、スペインに抵抗をしていたトゥパクアマルが1572年に処刑された。スペインやポルトガルに続いて、他のヨーロッパ諸国も植民地化を行った。オランダは、 キュラソー、イギリスは、ジャマイカ、フランスはハイチに進出して、スペインから領土を奪った。スペインの政策カール5世によるインディアス新法の後、フェリペ2世は、通称インディアス基本法を制定した。これにより、それまでの、制服を和ンに変更するなどの変更がなされた。しかしインディアスにおいては、本国スペインの法律は、 尊重すれども履行せずという状態が多かったとも言われる。法体系の整理はインディアス法令集までかかることになった。1570年代には諸外国でスペインの植民地支配に関する悪評が立っており、ペルー副王のフランシスコ・デ・トレドは報告をインディアスから撤収する命令を出した。ペルーではスペインのインディアス支配を正当化し、ラスカサスの業績を否定する。 愉快の覚書きと呼ばれる文書が発表された。愉快文書は発表当時は匿名であったが、現在では、トレド福王のいとこにあたるガルシアでトレドが著者だと判明している。ラスカサスが批判していたエンコミエンダ制度は禁止され、インディオの強制労働も制約されていった。不況ラスカサスの没後に上陸したイエズス会は、それまでアメリカで伝道していた修道会と異なり、 農地経営を行った。拡大した農地から銀山へ物資を提供し、産出された銀をメキシコやスペインへ運ぶ業務にも進出した。イエズス会は北米のカリフォルニアからメキシコ、パラグアイ、ブラジル、アルゼンチンなどに所領を持ったため、スペイン政府によってアメリカ大陸から排除された。その後もカトリック教会は政府とは別個の巨大な経済基盤となり、 死者の手とも呼ばれて独立後の経済問題となった。独立運動中南米では18世紀以降にスペインからの自治権獲得や独立を求める運動が起きた。報告は創始国の圧政を知り運動を正当化する書物として読まれた。イエズスカイ氏のパブロ・ビスカルド・イ・グスマーンのアメリカ生まれのスペイン人に宛てた手紙や ユカタン半島のクリオリルによる独立運動で報告が引用や活用をされた。独立革命を指導する人物の中には、スペインに対する最高の戦術はラスカサスの作品をルフさせることだと語った者もいたと言われる。19世紀末にはニューヨークで英語版が出版されて、米西戦争におけるアメリカ合衆国の正当性の根拠として使われた。 19世紀末から20世紀にかけては、中南米でインディヘニスモの運動が起き、創始国からの独立後も生活が苦しいインディオを擁護する運動が行われた。インディヘニスモにおいて、ラスカサスはインディオの首都などの名称で呼ばれて評価された。資料研究インディアスに関する資料を、ラスカサスの著作と共に分析する研究が進み、ラスカサスの他の著作であるインディアス氏や、 インディアス文明史も合わせて読まれるようになった。影響を与えた研究として、歴史学者、ルイス・ハンケの実証研究による、スペインの新大陸征服や、マルセル・バ大量の研究がある。ありがとうございます。